皆様こんにちは、ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレセン2ボタンでございますけれどもですね、遅ればせながらゴールデンカムイの実写映画を見てきたんですよね。でなかなか評判いいとは聞いていたんですが、はっきり言ってむちゃくちゃ良かったですよね。これまで自分は実写映画っていうと、ジョジョの奇妙な冒険の第4部とか、あと男塾、先駆け男塾とか、でかなり昔になりますけれども、日暮らしの泣く頃にとか、かなり批評的にはマイナスが多いものを見続けてきたんで、実写化ってそういうものなのかなってふんわり思っていたんですよね。だからそんなに期待もせずに、見に行ったんですけども、いや良かったですね。これね、ちょっともうね、そろそろ終わりかけだと思うんですけど、かなりおすすめですね。しかもあれはやっぱり劇場で見てほしいようなクオリティだったんですよ。家でも見たら楽しいかと思うんですけども、すごくね画面が綺麗なんですよね。その北海道の山とか、ちゃんとこの昔のね、明治時代の、あれ明治じゃないか、あれ明治でしたっけ、大正、いや明治ですよね。そう、明治時代のその街並みとかを再現してる。でその中を主人公たちがね歩いていくみたいなね、ああいう感じはね、本当に劇場版で見る価値があるのかなというふうに思っておりますので、めっちゃおすすめだったりします。でなんといってもね、原作愛がめちゃくちゃありましたよね。ゴールデンカムイってもう令和を代表する最高傑作の一つだと思ってます。自分はあれを超える漫画ってなかなか想像がつかないぐらいのすごい漫画だなっていうふうに思ってます。過大評価なんて1ミリもない、めちゃくちゃすごい漫画だなって思ってるんですが、それをね実写で完全再現してたんですよね。言うてでもゴールデンカムイ読んだの結構前だから、序盤に関しては結構ね内容忘れちゃってたりしたんですけれども、漫画のコマ一個一個あるじゃないですか。でその中でもやっぱこう大きめの印象的なコマってあったと思うんですよ。それをね実写で再現してたんですよね。だからもう漫画の見せ方と映画の見せ方って全く違うんですけれども、その大事なカットに関しては漫画のような見え方にあえてしてたんですよね、レイアウトを。で役者さんたちもやっぱ似てない方もいらっしゃるんですよ。でもそのシーンは完全にあの漫画のあのカットだなってわかるんですよね。それはね原作を読み込んでるっていうのもあるでしょうし、監督の方がね多分妥協しないシーンの撮り方をしたんだと思うんですよ。ほんとね、あれは嬉しい実写化でしたよね。続編もあるみたいなんで、絶対に見に行こうかなというふうに思っております。はい、でここまで話しておいてですよ、やっぱり話題にしなくちゃいけないものとしては、このストリートファイターにも実写映画ってあるんですよね。古くはジャンクロード・バンダムさんが主人公のガイル役をやっていたあの映画ですよね。であれって当時はやっぱちょっといじられがちだったりしたんですけれども、もともと日本人に見せるために作られてるものじゃなかったんで、その辺はねしょうがないんじゃないかなというところではあったりします。はい、で特にねやっぱ日本人にとってちょっとこの笑いの元になっちゃってる要因としては、実写映画をそのまま格闘ゲームにしたリアルバトルオンフィルムっていうゲームがあるんですよ。であれがまたね、そのやっぱりゲームってゲームとか、あの漫画アニメの等身で描いてると思うんですよ。だからここにねやっぱそのリアルの人を持ってきてそのまま動かすと、それはやっぱりちょっとねおかしなことになりますよ。しかもそのリアルバトルオンフィルムオリジナルキャラクターのキャプテン沢田っていうね、日本人キャラクターがいるんですけども、それがまたねそれがまた色物キャラでしてね、このね腹を切る、動作でその、切腹をした時の血しぶきで相手にダメージを与える腹切りとか神風アタックっていうね、もうなんていうでしょう、多分今もうキャラクター化できないと思うんですよね。それぐらいの恐ろしいキャラクター。そして龍がね、雷龍さんなんていうね言われ方してますけれども、それなんでかっていうと、その龍っていうね、言われ方をしないでゲーム内だと雷龍って言うんですよ。だから雷龍さんと言われてるんですけども、それがねやっぱ発音がちょっとこうアメリカナイズされてまして、龍拳竜巻セミ客みたいなね感じだったもんですから、当時自分も高校生でしたけども、やっぱりねなんかね、正当な評価するのは難しかったかなっていうふうに思います。でも当時実は家庭用にそのスーパーストリートファイター 2X って移植されてなかったんですよ。だからリアルバトルオンフィルムをやるしかなかったんですよね。
そう、そういう事情もあったりします。でその後スト4の頃かなんかにレジェンドオブチュンリーという実写映画があって、まあそれはね自分は見たことないんですけども結構面白いんじゃないかなと。痛みうらららら、オーディでいいよ、減りますけども、減りすぎかおお止めてきましたねと。かなりちょっときついですよこれ。ほっラッキー、はーい遅かったですこれが44歳の反応、いやさセントスの反応です。これはラッキー。どうしようかな、今タイプ確定でしたね。相手のこと何やろうとしたかな、風吐いたうやい、これは確定ですね今唾があの喉をぶつけましたねリーチ長すぎかわいいのー、我いいよ、フェイフェイ、ヘリスキー、これ美味しいよ、いっちゃいましょう。ドライブゲージ1個ぐらい入ってもよかったかもしれませんが、まあいっちゃいましょう。そして風が2個、3個目、ガーキャもここでする、ピクピクしてる、なんと水上拳シャオやべやべやべ、これ100% 勝ち確なのに当たってくれ、よかった、森崎くんみたいでしたね今ね、体のどこかに当たってくれって言って、あーっと森崎くんだから取れないってなりましたね。よかったです、ダブレかぶれ最高ですね。コパン刻む癖あるな、しゃがみコパンですよね、うん絶対そう、フェイバウンドさせたらこうですかね、これでマイナス4、いやーどうだろう、あどうなんだろう、なんかありますよね確かね、バーンアウト連携みたいなのよく知らないな。よし今回も勝ち越し狙っていきましょう。あれリリーでランクマッチ5000やるって言いましたっけ、ランクマッチリリーで5000やります、統治法ほっ様子見、いいことない、こっちも飲むぜ、あーやべやべ間違えちゃった、コマンド風よ、いろいろあった、すごい無駄なこといっぱいしましたね、お互いボディである必要ありましたか、ヘリスッキー、はいはい、あ間違えちゃった、キャラ間違えた、こっちがこっちがジェイミーだと思っちゃいましたね、バウンドするやだ、あれこれリーサルあったんじゃない、はいやだ、あれーこれは超危ない、おらららららららおらら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 、ありがとう、くるくるの風がまとわりついてくる、言われてみればセルピコもねなんかモブかと思ったらすげえなんかバフ入りましたもんね、すげえ歩いてくんじゃん、差し返し風スクリューパイルドライブクラッチャーリーからの速風投げる風速か、やべっ運ばない、シャーリューケンセイヤー
だ、まあ、ガードされても1回は生きるだろうというブッパしっかり当たってくれました。そしてリリンは置き攻めし放題だと思ってる人はいませんか。こっちの無敵技ブッパはあるんです。無敵技はあります。ダメだ、なんか相手の勝利のスカリとかも普通にこれで終わらしちゃってますね。こんくらい入れたい。結構減るはずなんですよね。はい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 。あれ最大って何ですかね。いや絶対違うな。よし行くぞいいですか。タクビー、そういえばなんか風まとい OD のスパイアが当たった後ってなんかセットプレイあるんですかね。なので風まとい中スパイアからのセットプレイはね、前ジャンプにしろ、まあ、弱ウィンドにしろあると思うんですけど、 OD 知らないな。まあいっか、その辺はリリー使いにお任せしましょう。しょ勝利券。ごめんなさい、めちゃくちゃ反省してます。あれドライブゲージこっちの方がある。楽しい。あー、それは無理。やだ、波衝撃はやだ。あー、やべー、やっと飛んだのに。楽しい、チューパン打ってるだけ。終わらん。対空なんですよねまだだ、まだ終わらんよ。はーい、はい。すげえごめん、謝ってるのに許してくれた。謝ったら許してくれる理由あると思います。いててやばい、ほっ今ね遅らせたんですだって補正入るの嫌じゃないですか。あっ、やばい、進撃の巨人いてー。声だけ聞こえましたね。なんかびっくりした今、押しっこすんのかと思った。最悪だと勝った後押しっこは打っちゃいましょう。ゲージなんてどうせまたすぐ溜まっちゃよ。ダーン、ありがすんごい太い読み合いが一生通ってくれて3連勝。しかし自分の動画はこっからふんどしを締め直さないと負けることもしばしばありますというところです。3連勝しても2連敗するとすごい芽生え悪いんですよね。だから、まあ、例えるなら料理屋さんでもうフルコースめちゃくちゃ美味しかったです最初から最後まで。しかし最後店員さんがあーくそだりみたいなことを言ってるのを聞いちゃうみたいな台無しだーみたいな。もしくはね、よくあるじゃないですか、あの若い衆をねめちゃくちゃ親方がなんか言いまくっちゃうみたいなね。そう、ゴンドスパラダラバリック、なんか変な戦い、うるさい。バーンアウト。でもお互いねバーンアウトさせたとて何も起きない。はいはいはい、はい、いらない。ありが
ちょっと待って、もしかしてリリー使い爆誕しました？何その連携いや勝利やだっち、すっごい反応勝利。あのその大足どっか行った。やべー、反応できず、これがジャパニーズの限界。やだまだち、すげー前ダッシュした。これは意味のないことをしましたあえて、ブッパじゃないんかいおいおい、全投げだな。押してる押してる、やばいやばいやばい負ける試合じゃないぞ、負ける試合じゃないこれマジでどうしたどうした、しっかりしろしっかりしろ、もう上からかぶせて勝たないと。サンダーバード打ってよかったのか、いない。オーディが勝つ、安いがね、あえー、変な声出た賃貸なのに家から追い出されかねないような声出ましたね。いや相手の方はその駒投げに活路を見出してましたよね。でもリリーっていうのは駒投げの恩恵があんまりないんですよね。距離が離れるんで、まあ、風は1個得ることできますけども、果たしてリリーでこの距離作りたいでしかやばいちょっとアベル伝説、ドラゴンクエストアベル伝説ムーアみたいになりましたね。ムーヒョヒョヒョ、ベフォイミでしか恥ずかしい44歳がさあ全勝していきますか、軽くね。あ、配信してあるじゃないですか、ムーヒョヒョヒョ、ベフォイミやばい、ベフォイミ続いてきちゃったな、許さん。私以上の配信は許さん、ボケ。え、おお大足合ってる、え勝利打ったよ、やばいやばい、ふわふわした戦いだ、えなんだこれやべえやばい、これバーンアウトコンボ分からんな。いや勝利で返せないダメだ、ごめん。これはさっき対戦した人から得たテクニックでございません。いきなりドライブラッシュしてきて、リリーはそういうキャラじゃないと思いきや、実はそこからのコマ投げつな非常に恐ろしい。違う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 、有利そっち、有利そっち、相手の方モダンの方がいいんじゃないか、重ならない、自分モダンの方がいい、いや今回ちょっと戦士なら受けてみるべき法隆寺と。なるほどなるほど、まあキャミーはねちょっとリーチが短いんで、その弱々からのコンボって意外と難しいんですよね。他のキャラよりちょっと難しさはありますが、やりましょう、うん、これでもし勝ったらあなたのツイッチチャンネル、あーなに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 、びっくりした、え、なになになに、いや登録しましょうって言おうと思ったんですけど
何じゃあ皆さんぜひ登録のほどお願いいたします。なんかなんかちょっとよく分かんなかったです。挑発なのか本気でバクステが下手なのかどっちなんだろういろんな方がいるな。なるほどね。魚まずい。マジでやんなきゃよかったな。最悪負けるぞどういうこと、時間がないんだよなやばい。ね、バックステ連打意味ありますよこれ。うん、なので意外とほら体力を覆すほどの時間がなかったんですよね。ちょっと待って、もう完全に手玉取られてるんですけど、どうしたらいいんだこれ。落ちます。やべえ！ああ！いや、ミスると見た。ミスってたけど、でも繋がった。くふー、なんで連戦しちゃった？なんで連戦しちゃった？もう引けないじゃんこれ。やべ、チャンネル登録しなくちゃいけなくなる。あ、いやでもね、ちゃんと1勝2敗、つまり負け越したらチャンネル登録するっていうことですから、これ1勝1敗完全五分ですから、自分は負けたなんて思ってません。今は3戦目があったとしたら、その試合に勝つための過程であったと、そのための意識づけであったとね、まあそういう風に思いますよね。おほんおほほん便器、やっぱりそのすごくね冷静沈着、まあ、いつでもみんなが頼れるセンちゃんであり続けたいと思うわけなんですが、まあ、一方でねちょっとお茶目な面も持ち合わせていまして、少しテンパるとですね、その格ゲー力が大体 12% ぐらいになっちゃうんですよね。だからその 88% 吹っ飛ぶというか、どっか行っちゃうんですよ。でこのやってる最中って頭真っ白になっちゃってて、いやほんとね、いや完全に術中にはまってしまいましたね。反省しきり、チャンネル登録しきりと、まあ、いうところで、やっぱりでもね、急に、要は格ゲーっていうのは技のぶつけ合いなわけですよ。で急にわけわからない行動されたときに、自分っていうのは、まあ、だからこう常々言ってますけど、意外と正攻法なんで、頭の中でその行動って何って分析し始めちゃうんですよね、これ本当に。その結果、パンクするんですよ。すごくないですか？いや、これね、真面目ですよ、自分は。うん、真面目。自分で自分を褒めたい。というわけでありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。